大塚ちゃんです。スラットです。というわけで、今日はですね、にゃんこやっていきたいと思います。でね、2022年に、まあ、なりましたけど、今年もね、なんと、あ、お世話になってたポノスさんが、パパをね、スポンサードしてくださるということなんでね、今年も、にゃんこね、ゴリゴリにやっていきたいと思います。で、今日はですね、まあ、2022年になったのもありますし、ちょっといろんなね、まあ、新年のいろんなちょっとイベントやっていきたいと思います。これですね、まあ、にゃんこスクラッチっすよ。これ。これがね、出たんすよ。にゃんこのいつもの感じのね、もう絶対当たるやつです。はい。引いていきたいと思います。で、多分14日までなんか、最初が1日から7日で、次は多分ね、14日いやね、16日じゃねえな、17日です。はい。にゃんこスクラッチ、3等じゃん。1等じゃねえ。え？あ、これ、あれか。いやー。いやもうマジ、今年のなんかテレビでしてた運勢の血液型のなんかこう48通りの順位、僕45位だったんですよ。はい、だからもう今年無理です。当たりません、ガチャ。ということでスクラッチね、17日だったと思います。はい、17日だったと思うんですけど、まあでもあるんで皆さんぜひやってください。でなんかツイッター等にツイートするとね、ガチャもらえたり、なんかニャンコグッズも当たるみたいなんで、ぜひね、はい、そちらもやってみてください。さあ、そういうわけでちょっとお年玉とか、なんか今年もよろしくとかいろいろちょっとあるんですけど、わあ、狂乱やりてえと思ったらクリアしてますね。一旦、この雪祭り行きます。というわけで、ちょっとこれいろいろまあ来てるんですけど、まあ一旦ね、やってきます。で、前回の動画のこの、洗脳されし猫壁っていうのを僕手に入れたんですけど、これなんかめっちゃ強いらしいっすね。外れだと思ってたんですよ、これ。もうなんか狂乱の猫壁と、普通の猫壁と、区別が結構むずいんですけど。あんまわかんないかもしれないんですけど。そう、この、さあ、こいつもね、いや、もうバケモン強いです。さあ、なんか思ったより雪祭り秒ですね。まあ、だんだんこう難しいステージも出てくるんですけど。まあ、雪祭りはね、福引きチケットがね、やっぱこうもらえるっぽいので、まあ、後半のステージになればなるほど、まあ、獲得しやすいってやつですね。で、これで貯めて、まあ、ガチャ引けると。やばい、もう、コスパいいな。早いっすね。時短です。そう。まあ、課金キャラもいるものの、これマジで、僕のこのお気に入りですね。ミタマとダルターニャはですね、もうガチで、見た目可愛くて大好きで、まあ、壁系はね、マジで間違い探しやんっていうぐらい変化ないんですけど、まあ、強いんでね。まあ、あんな壁だけで勝てます。で、あとは、もう猫ムーってですね、最近ハマってます。よいしょ。さあ、ゾウとか出てきてますけども、いや、マジで、圧倒ですね。おい、火力が強すぎ。オピ。ナイス。さあ、というわけで、福引きチケットもね、ゲットして、これ貯めとくと、後々、こう、なんか、いろんなガチャ来て、待って、今めっちゃいいの来てる。これ、福引きガチャが来てる。これちょっと一回引いちゃおう。今手に入れたやつですね。多分。そう、今手に入れたやつで、出た、猫ビタンだったってやつ。そう、これめっちゃレアなんですよ。全然手に入らないんで、これマジで福引き貯めて、これゲットした方がいいですよ。マジで。ゲットしたら、このガマトトですね。こういうのに使えるんですよ。よいしょ、しっかりね、働いてもらって、この時短に使えるんでね、ぜひ集めてください。あ、だから今ゲットしたら多分こっちみたいですね。申し訳ないです。今ゲットしたらこの福引きガチャっぽいです。だから150枚もあるよ。まあ、ガチャちょっと後にね、取っておいて、さあ、ステージやっていきたいと思うんですけど、これやりたいと思います。教習ステージですね。さあ、ことよろにゃ教習ということで、ちょっと強いね、ちょっと難しいステージ来てるんで、これやっていきたいと思います。全部で10ステージですね。で、これもまあ、だんだん難しくなっていく系統なんで、うわ、眩しい。バカ可愛いやん、こいつ。2022年。しかも、相手の HP。さあ、でも、わー、虎猫だ。猫虎かもしれないんですけど。え、なんで使った？いやー、めっちゃ可愛いな。これでいいっすよね。可愛い。まあ、でも当たる、時止めてくるタイプ。さあ、まあ、2022はね、もうワンパンです。行ってこい！全然ダメージ通らんやん。あー、高いね。さあ、というので、レアチケット。おっつ！レアチケットっすよ。レアチケットってこのガチャなんで、レアガチャ1回の券もらえたって爆熱いっすよ。さあ、で、1回やると、これマジで30分かかるんですよ。でもさっき猫ビタンゲットしたんで、もうちょうどいいっすね。さあ、時間短縮で。いや、これ全部制覇したいな。だから多分最後の方ね、そこそこにむずいと思うじゃん。多分なんとかなるんですよね。うわ、ちょい、増えすぎやろ。2022から22,022っていう。さあ、そういう感じで、ね、でも今のところはね、でも負けないと思うんですよ。でも壁とね、なんかこの無課金最強キャラみたいな猫ジェンヌ、これなんか強いんですよね。これを進化させるとめっちゃ強いらしいんですけど、まだちょっと進化できてないですか。まあ、あとこう走って
限って、いや、なんか時止められるって嫌だな。うぅい、なんかなんかね、違和感が。あれ、にゃんこチケットか。だからレアチケットは多分結構レアなんですね。で、もう一回ね、時短できます。さあ、行きましょう。おり。あー、次はさすがに2が増えなかったですね。5になりました。いやー、マジ今年なー、あれが欲しいんですよね。もう、伝説キャラとか、ちょっとこの後ガチャで当てたいと思います。マジで。もうね、いろんなキャラゲットできて、わー、固めないね。そう、結構ね、超激レア増えたんですよ、本当に。僕、しかもニャンコ始めたの、ガチでまだ多分1年経つか経たないかとか、あー、これ以上出せないか。多分、ほんとそのレベルなんですよ。マジ、1から始めて、なんか昔やったことあったんですけど、もうデータなくなって、ほんと1から始めて1年でここまでこう、めっちゃ強くなれたんですよ。そうなんで、今年はね、なんかこう、それこそ狂乱ステージとかやっぱ来てるんで、そういうのももう全部クリアしたいですね。そう、全部、狂乱がね、めちゃくちゃあるんですけど、全然勝てなくて。さあ、というわけで、ことよろこれやりたいんですけど、マジ猫ビタンないんで、一旦我慢して、もうガチャ行きましょうか。さあ、まあ今来てるのが、新年ガチャとアイアンウォーズですね。まあでも新年ガチャですね。さすがに。いやー、これでもうね、ついやつらを集めたいんですよ。で、なんかこのネコルガとか持ってるので、まあこのね、竜とかも欲しいんですけど、もうここですね。はい、僕の狙い目は、伝説レアっす。もう超激レアなんかね、興味ないです。この伝説ね、この最初欲しいな。いや、これ引けたらやばいっすよ。確率 0.3% です。いきます。マジで当てちゃいます。20連と、まあ、ゴールドチケット8回ぐらいか。まあ、最初ね、ゴールドチケット、レアチケットですね。はい、レアチケットちょっと8枚引いて、50枚にぴったりにさせよう。その後、まあ、10連ね、2回します。さあ、行きましょう。頼む。いや、これで伝説レア出たら化けもんよ。うぇー。猫番長何回も言いましたね。こんなんで出てきた時にはたまらんよ。さあ、猫ガンマ。番長。おー、まあ激レアだけど。ブリキね。はい、猫どうさ。おい、かわいいが目当てだな。え、持ってなかったんだ。熱い。あ、てかこれ多分新年じゃない、大掃除ってことは。あ、やっぱ赤文字のキャラクターはこのガチャ限定なんで、大掃除能力限定ですね。熱っ。さあ、というわけで、やっぱ男は10連戦とね、いかんらしいっす。行きましょう。さあ、猫感的にもね、2回しか行けないんで、いや、マジ20連で伝説。聞いたらマジすごいよ、俺。本当に欲しい。マジ伝説欲しいんだよな。ほい。あの、ボクサー。マジ。いや、やばい、爆死する。え、うわぁ。ネコルガ。まあこれも2022年ピックアップされてるやつで、しかも強いんですよ。ネコルガ族でいろんな種類あるんですけど、強いんですけど持ってます。いやー、持ってるなー。くー、まあ超激レア引けてるだけマシではある。かかってこい。やー、本当にマジ伝説欲しいな。うん、お猫ナース。あ、これもピックアップされてるんですけど、持ってるんすよ。でもやっぱ超激レア安定に引けますね。確定だったのか、最初。ああ、大掃除。ああ爆死なんて見たくねえよな。任せろ。ねえなら足すだけ。頼む。ほんのに。ほんの頼む。これこれこれ、待ってた、待ってた。待ってた。かわいいな。飯豚の貝。いや、これよ。これよ、これよ、これよ。いや、いい引き、いい引き。しかもこの貝ちゃんもピックアップキャラなんですよ。いや、いいね。持っててそうな、そう。2022年のピックアップですからね。さあ、超激レア出てる。で、持ってないのも出ねえだ。あ、当たっただけまし。プラスつくんだよね。わあ。あと2周。頼む。伝説レアよこせ。大掃除猫、かわいい。大掃除猫、もういいわ。大掃除猫、もういいけ。うわぁ。私のライフはラストです。せめてこの、竜と、
伊達政宗欲しいっすね。伊達政宗もステージによってはそう結構強かったんですよ。だから欲しいんですね。マジで頼む、マジで頼む、本当に頼む。ジェラ、ジュラ、うわ、ほんならばやないかね。あ、ねえねえ、やばい、やばい、もしかして、ああ、ということで、うわーマジで全然当たんなかった、当たんなかった。まあ伝説狙いっていうのはちょっとね渋いラインだったかもしれないんですけど、まあ結構被りも多くね苦しいスタートダッシュになるんですけど、マジで今年はですね、その途中も言いましたけど、狂乱ステージね全制覇したいと思います。はい、が目標で、あとはね伝説レアをゲット、あとは超激レアの黒キャスリーですね。はい、そいつもちょっとねもう絶対手に入れます、なんとしてでもね、というのをね、はい、目標にちょっとやっていきたいなと思いますんで、まあ、今後もね何個動画上げていきたいと思います。今年もねどうぞ皆さんよろしくお願いいたします。ではお疲れちゃんです、またね。